はい、13時45分になりました。第2スタジオから新興市場の話題をお送りいたします。電話つながっております。内藤証券投資調査部シニアアナリスト高橋敏郎さんにお話を伺っていきたいと思います。高橋さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は雇用統計控えで少し様子見になるかと思ったんですけども、日経平均が、ね、2万8000円台、はい、なんか5番も高値を取ってきていますし、はい、強いですよね。そうですね、いわゆるマザーズグロス市場が、そのまるで雇用統計の様子見みたいな動きですけれども、あ、そんななってますね、はい、そうです。でプライムなんですけど、これ決算あまり良くないというふうなのが体制かと思うんですが、そうですね、はい、はい、始まりましてから EPS が昨日時点で2186円までなっておりまして、決算始まってから100円ぐらいプラスになってるんですね。あ、そうですか、はい、はい、でソックスは7月の頭にボトムを打って上がってますし、WTI も落ち着いてますので、そのいわゆるプライムはそのいわゆるマーケットの予想ですね、 10% 増収の 5% 営業増益が今時価総額 70% ぐらい出て、16% 増収だけどマイナス 3% の営業減益というふうによくないんですが、結果として EPS が上がっておりますというのが、ちょっと上の方に向いてるのかなというふうな感じですね。その EPS が上がってるというのはやっぱり円安効果でしょうかね。そうですかね。そのいわゆる計算式上でなってきていますので、なんとも言えないところですね、これはね。そうですね。なんで、あとはこの8月アノマリもありますんで、なんか先にちょっと難しいなって感じ、そういうことですかね。はい、わかりました。はい、グロースマーケットは、ちょっと落ち着いた動きということなんですけども、はい、今日はちょうど月が変わったところですからですね、はい、高橋さんには新高値銘柄の集計、7月分の集計から入っていただきましょうかね、これね。はい、では、はい、新高値ですね、はい、説明していきたいと思います。まず1ページ目お願いします。はい、はい、でこちらは、各市場のですね、新高値並べてあります。プライムとスタンダードとグロースということになってます。でグロースなんですけれども、7月は、64社が新高値を取りまして、回数としては182ということになってます。でこの数なんですけれども、はい、2ページ目見ていただきますと、はい、1月からのこのグロース市場、マザーズプラスグロースのこの新高値の社数を並べてあります。はい、で7月のこの64という数字がですね、6月と同じでして、で、4月というのはこれ年初来、昨年来と変わるところなので、切り替わりなので数が多くなるんですけれども、6月7月と同じぐらいで、いわゆるマザーズの指数、この棒線ですけれども、6月ボトムで、7月も上がってきたけれども、新高値はまだそれほど変わってないというふうな状況ですね。でこれさらにですね、はい、8月の4日間で28っていうのは多いですね、これね。そうです、多いです。で前場引けたところでも、見てみたんですけれども、12時半頃まででグロース市場で9社新高値出ておりまして、で重複もありますので、34、5社ですね、すでに、なっております。そうですか、はい、ですので単純にまだ1週目、これからその2週目、3週目というふうに考えますと、8月はですね、少し期待ができるのかなというふうな状況ですね。あ、そうですね、はい、ちょっと注目ですね、これね、はい、ちょっと増えてきたというのはやっぱり勢いづいてきたというところですので、でしょうね、はい。で3ページ目なんですけれども、はいはい、ここがその7月だけですね、7月の銘柄ですね、はい、はい、でこれの回数順というふうになっております。で、8回から5回まで、あったものをこれ一覧でまとめておるんですけれども、はい、ですね、ここの中でまず1番目、メディア工房ですとか、5番目のこの CRG ホールディングスですとか、はい、あと7番目のトラストですとか、9番目のアクリート、あとは一番下の交換できる、こういったところはですね、5月からその本決算もありますけれども、5月から7月までに決算が発表されて、はい、いわゆる、交換されたといったところで、上げてきたというものですね。で2番目のこのサンウェルズは直近の IPO ですので、IPO でそのまま勢いといったところ、で、
バイセル、ですね。あ、ですね。ということで、ざっと見ると、やっぱり、決算ですね。ああ、やっぱりそうなんですね。はい、やっぱり決算が良かったんで、この3番目のバイセルですね。バイセルの方は、新規に数社、証券会社の方がですね、カバー始めたりというのが報道されまして、上がっておると。という形でした。で、この7月パッと全体見ると、なかなかその業種としましてはバラバラな感じがあるんですけれども、この1月から7月までというふうな、この今年1年を見たというふうな中では、この一番下の12番目の交換できる君、これが建材充設の企業卸というふうに主な業種書いてありますけれども、あ、そうですね。直近の、決算で TOTO ですとか、あと本日、グロースで新高値で7386のジャパン、ワランティーサポートという会社があるんですけれども、これも充設機器の保証といったところで、その家の中でさ、そのいわゆる充設機器の絡みですね、ここが、比較的、動いておるなというふうな、印象があります。お、今年ちょっと、グロース、まあ、全体的な感じでその特徴ですね。あ、まあ、地味なタイプの業種ですね。そうですね。で、4ページ目いきますと、ここはその7月までというので切ってるんですけれども、1月から7月のまでで、新高値、半分以上です。4ヶ月以上ですね、その月に取ったといったものを並べますと全部で7社あったんですけれども、この1番の三和カンパニー、これも、いわゆる建材ネット通販で、そうですよね、足元ちょっとだれた感じありますけれども、しっかりと今年は来ております。で、先ほど言いました、一番下7番の交換できる君、こちらの方も、いわゆる決算が良くてそこから、見直しといったところで、息の長いですね、形で動いておるというふうな感じになっています。で、ただですけど、このグロース市場というのはその勢いでいくというのが往々にしてありますので、ここだけですと7月ちょうど決算前といったこともありますので、勢いが途絶える可能性もあります。ですので、ですね、この、5ページ目ですね、5ページ目、はい、はい、5ページ目に行きますと、8月に、今月になってる、ちょうど1週間くらい経ってましたので、8月新高値を取ってその直近も取っておったというふうなものを並べました。いわゆるモメンタムが今いい状況かなというふうな、ですね、はい、でこれを見ていきますと、これもですね、何かその形、まとまりですか、まとまりとしてというふうなことよりもやっぱり個別になってくるんですけれども、あ、そうですね、はい、まあ、例えばその TKP ですと、まあ、いわゆる経済再開ですか。あ、そうですね。リオ、はい、ね、ったものですとか。カシオフィスですね。はい。あとはでも例えばこの3番目のこのアズームなどは、これちょっと時価総額もあまり大きくもないですけども、まあ、中くらいですけど、この駐車場ですね。この絡みというのも、これは市場、関係なくちょっと動いておるかなというふうなものですね。そうですね。はい。はい。で、あと4番 の、 ユナイテッドコレクティブは、これ焼き鳥屋のピケピケという店舗を運営しておるんですけれども、そのやっぱり順繰りでその、戻ってきておる、飲食店絡みですね。ああ、そうなんですね、で、それが塊としてこうやって新高値ではなくて、その中の塊の中でこれとこれとこれが上がってきておるというふうな感じになっております。決算などを見ながら個別にピックアップしてると、そんなマーケットになってるんでしょうかね。はい。で、こう見ております。その何度もその出てくる銘柄があるんですけど、例えばその9番目のアクリートも先ほど、7月ですね、そちらでも出てきたりというので、やっぱり重複、するものがありますので、そういったちょっと息の長い、変化があったというそういう銘柄ですね。見つけるのはなかなか大変なんですけれども、そうなんですね、ピックアップしていきたいなと、はい、ですのでこの中だと例えば11番のメドレーなんかは、19年 の、 12月 IPO でかなり動いた中の銘柄の一つだと、ね、
でここは転職情報サイトというふうに書いてありますけど、いわゆる、遠隔医療ですね。そうですね、はい、はい、でやっぱりコロ、はいはい、コロナのもう一回今増えているのもありますし、うん、そういった絡みというのもあると思います。やっぱりさまざまそのいろんな経済事象の中でこれといったところの中の一つの銘柄といった感じかなというふうな、はい、あそういうことですね、はい。で6ページ目になりますと、はい、その続きになっておりますけれども、例えば12番の本生などは本日もですね新高値を取っておりました直近 IPO ですけれども、直近 IPO、 はい、そうですね、はい、勢いがあります。で、うん、この14番の MRT も、これもあのメドレーと同じような感じですかね、うんうん、医療絡みといったところ、はいはい、でちょっと面白いと思ったのはこの15番の HPC システムズですけれども、はい、これ汎用コンピューターなんですけど、いわゆるスーパーコンピューターを作ってあの組み立てておるというふうな会社です。ほーで、そこがですね動いてきたというのは、いわゆる半導体がちょっとだれてきたというふうな時に、今までそのデータセンター向け、うん、自動車向けといったところでタイトだったものが緩くなってきたことで、いわゆる、NVIDIA のこれを入れれてこれで作れるというふうな、そういう逆発想ですね。ですね、半導体の調達が楽になってきていると。はい、それで今まで、はいはい、難しかったのができるといっても、なかなかその複雑に絡み合ってますけれども、まあまあ、うまく市場はうまく見ているなというふうな。あ、そういうことですね、はい。でここ最後の方、このまた出てきたこの20番目のバイセルですとか、はい、先ほど出た交換できる君、うんうんうん、こういったところでやっぱり今年のグロースとしては強い銘柄はだいぶこの半年経って見えてきたかなというふうな状況の、7月8月ちょっと入りましたけれども新高値というふうな状況でした。あ、なんかあのグロース系のそのなんかピカピカといいますか、こうキラキラしてるような、はい、そんな銘柄ではないんですよね。まだまだそうですね、ね、はい、今年はそうじゃないですね、ね、あのしっかり、はい、その地に足がついたような 業種的には、まあ、そうですね、まあ、半導体だとかそういう、ところも近いところもあるんですけれども、どちらかというと、はい、まあリアルな部分、はい、リアルな、そうですね、で儲けてると、そういう会社に目が向いているというところでしょうかね。はい、はい、そうだと思います。わかりました。高橋さん、お忙しいところどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。内藤証券投資調査部シニアアナリスト高橋敏郎さんにお話を伺いました。新興市場の話題、第2スタジオからお送りいたしました。